わなんだこれどうなってんだ、わうわー綺麗、すごいなんかあーねあーなんか知らないやつもいるっぽいな。ここの主倒したじゃないですか。で次の目的地こっちなんで、まあこの辺のアイテムをね回収しようかなって思ってたら、なんかトンネルがあったんでね、くぐってみたところなんですが、てかさこれあれなんだよね、ここ落ちれんじゃん。で波乗りでさもう海の上移動できるから、行こうと思えばこっちもう行けちゃうんだよね。まあちょっとここで上陸できるかどうかわかんないけど、近くにね浜辺もありますし、マリナードタウンは行けるよね。マリナードタウン、マリナードタウンね、ジムがない街なんだよな。ジムがない街気になるよね。でね島とかもあるし、なんならさこう北パルディア海もね行けちゃうもんね。こことかね乗り込んだりねやろうと思えばできんだよね。あとなんかねこうそう網掛けのね海があんのよね。これどういうことなんだろう、これ入れないのかね、何か隠された世界の秘密があるのかなとかねとかね思ってたんですけど、さあポケモンスカーレット実況プレイ今日もやっていきましょう。前回ね、まあ、寄り道会ということでこっち側だよな、こっち側のこの辺の浜辺でいっぱいポケモン捕まえたんで、それらのねご紹介をした後に今日は悪のスターダンのアジトに乗り込もうと思っています。あ、雷の石かなんかちょっと高いところでポケモン紹介しようかなって思って登ってたんですけど、雷の石使えるやついるかな、いる気がするな。あ、マジでロービルゴ使えんのヘルブリッツかジャクソンであるんじゃないかなってちょっと予想してたんだけど、あーそうなんだ、なるほどね。え、使ってみる？ロボビルゴ、そうね。なんか、進化したらどうなるのかなって思って。割とレベルはね、上げてたからね。レベル19だもんな。使ってみますか。楽しみだね。どうなるかね。やっぱまあ、カエルになるのかなっていう予想はあるけど。あ、石進化は、あれ石進化の時って一回させてるけど太陽の石を使ってなんかこういう背景にはなってなかったよな、もっと違う背景でしたねあの時ねあー謎空間に連れて行かれてるのはロボビルゴ、ロボビルゴ特有の進化空間か、あれ気回りゾーンでしたからね前はね。あーどうなる、あうわー結構変わったな、わあ、まあ、カエルなのか、カエルなのか。すごい色使いのカエルだな。南米系だね。腹張り、腹張り、ズピカから腹張りか。はあ、覚えにくいね。ロボビルゴは腹張りになったぞ。電気ガエルポケモン。あ、電気だけなんだ。水つかないんだね。ブヨンブヨンの体を伸び縮みさせるとお腹のへそダイナモって言うんだ。へそダイナモが大電力を発生させる。強いかな？全然ロボっぽくねえな。ロボ感感じてたんだけどな、ズッピカの時は。うえすごい。ロボビルゴちょっと出してみるか。いいや。おお、あ、でかいな。でかいな。あ、でもさ、ロボビルゴ界のアイドルなんだよね。うちのロボビルゴはね。ちっちゃいサイズなんで、普通はもっとでかいんだろうな。どこが顔なのそれ。取ってあげよう。俺、鼻なのかな、ヘロヘロくん的な感じか、このね、黄色いやつは鼻の穴なんですかね。
へそダイナモン、おしゃれだな。そうだ、捕まえたポケモンのね、紹介をしようと思うんですけど、まあ前回ほどはね、たくさんはいないっすよ。このヤング岡田の隣から5体ですかね。5体ぐらいだったらね、まあ順々に見ていくと、まずね、割と衝撃だった海ディグだっていうらしい、あのなんだこいつって俺が言ってたやつ。アナゴポケモン、アナゴっていうかチンアナゴだよなこれディグだ。なんかね、水タイプ、水だけ。20メートル先の身軽さが放つ匂いも嗅ぎ取って砂の中に身を隠す。確かにね、あのね、近づくとね、引っ込んじゃうのよね。遠くからモンスターボール投げて戦闘突入させないと、あの逃げちゃう系でしたね。すごいよなこれ。あの俺が知ってるディグ関根、ディグ岩田たちとは血縁関係はない、血縁関係っていうかつながりはないのかね。ディグダに似てる、海に住んでいるディグダに似ているポケモンっていうことで海ディグダっていう名前になった感はあるよね。アナスタシアね穴に住んでる女の子なんでね。え、ボールもちゃんとヒールボールでね、捕まえてあげた。アナスタシアね、なかなか悪くないのでは。この特性、ヌメヌメ、攻撃で自分に触れた相手の素早さを下げると、攻撃が上がる性格。防御下がっちゃうのがちょっとどうなんだろうっていうね、感じあるけど。でも素早さ高いよね。素早さと攻撃特化で、なかなかいい仕事をしてくれそうだけどね。アナスタシアね、割と使いたい寂しがりかつ昼寝を良くする可愛いアナスタシア、ちょっと戦闘シーンとかみんなに見せたいしね。次、これもちょっと図鑑見ると衝撃だよな。何こいつって俺が浜辺で言ってたやつですけど、カラナクシ、ウミウシポケモンらしい。これでも表紙見るとピンクいんだよね。で、東の海だから、まあ、北の海とか西の海とか南の海のやつもいるのかもしれない。でこの姿のカラナクシは減りつつあるという論文が最近発表されているので、レアなのかね、東の海はね。あそこまでちょっと寄り道的なね感じで立ち入らないと捕まえられなかったりするかもしれない。で名前は、タブラプシン。どういう意味かというと、多分ラプラスの進化前という意味ですねただあのこのニックネームをつけた後にさ、あの図鑑がさガシャーンって登録されるじゃない。つけた直後に、あ違いそうだなってあこれは違うなってなりましたけどね。まあ、多分ってつけてるからさ。うん、タブラプシンね、特性これ強いやつだよね。水タイプの技を自分に寄せつけ、ダメージは受けずに特攻が上がる。ただね、タイプ的には水タイプだから、水技使ってくれるかなっていうところあるけどね。ウパヤマさんとかみたいにね、弱点属性でこういう感じだとね、すごいいいと思うんだけど。あとこの原子の力っていうね、岩技が強かったですね。ヤバスキスが結構やられる寸前までいった。タブラプシンも可愛いよな、見た目な。ちょっとどう、多分進化すると思うんだけど、どう進化するかも含めて気になる存在ではある。次、俺はキティちゃんと表紙だ砂バーだね。これ図鑑の表紙あれだね、まさに俺がいたとこだよね。ひそやかビーチじゃないこれ。砂バー、砂山ポケモン、ゴースト地面というね、なかなか面白い組み合わせ。スコップをなくすと木の枝などを代わりに刺し、新たなスコップが見つかるまで気を紛らす。すげえゴーストっぽいね。怪異っぽいね。設定がね。砂バーは、鳴き声も怪異だな。まあ、ババアと言ったらということで。多分ババアじゃないですけどね。砂バーのバーはね。砂バーっていうことだと思うけど。マンガタロウ先生ね。ガタロウ先生ね、なかなか技も面白いよな。砂地獄なんだろう。特性水固め。これも水タイプの技を受けると防御がぐーんと上がるだから、なかなか、弱点だもんね。弱点月に水技打ってきそうではあるよね。ガタロウ先生もなかなか面白い。
ね、存在をおっとりしててのんびりするのが好きと。うん、いいね。で、次ですね。ウニのやつ。バチンウニ。ウニポケモン。そのまんまだな。後ろにいる、イソギンチャクポケモンがちょっと気になるけどね。ドゴガモメもいますね。でね、タイプがね、水ついてないんだよね。電気だけと。餌を消化するときに電気を生み出す。5本の硬い歯で海藻をこそぎ落とし食べる。これはウニっぽいな。見た目もね、口のところがまさにウニな感じでね、かわいいよね。まあ、ウニョラー。ウニョラー。特性はね、この感じのやつ増えてきたよね。飛来心、電気タイプの技を自分に寄せ付け、ダメージを受けずに特攻が上がる。これ寄せ付けっていうのはあれなんかな。マルチとかで、他のやつに、例えば10万ボルトとかを使われたとしても、ウニョラーが受けに行ってくれるっていうことなんかね。それはなかなかいいよね。雷タイプのレイドバトルとかで大活躍しそうだけど。で、一応水鉄砲とかね、水技も使えたりするんだけど。ステータス高いよね。ステータス高いのは、多分ウニョラーはね、進化しないんだわ。図鑑上隣にマンガタロウ先生がすぐ来てたんで。ずぶとくて辛抱強い。ウニョラは見た目可愛いからな、ちょっと使いたいけど。で、最後です。ヤドンね。まあこれは初代からいましたから。あ、シェルダーがいる。シェルダー、うわぁ、匂わせだ。匂わせしてんね、図鑑でね。へぇー。どう進化するんだろうね。水エスパー。動きがのろく、間抜け。間抜けポケモンなんだよね。叩かれても5秒経ってから痛さを感じるほど叩いてあげるなっていうね、ちょっと思っちゃうけど。まあ宿も可愛いよね。うどんですね。特性鈍感。鈍感なのでメロメロや挑発状態にならない。威嚇にも動じない。宿っぽいな。素早さがね、低いんですけどね、宿って。素早さが上がる性格を引いてしまったとちょっと微妙かもね。うどん、せっかちかつ物音に敏感。群れいすぎでしょ。ちょっとさ、せっかくだからさ、海リグダを見せたいんだよね。手頃なポケモントレーナーと戦っておこう。猿何ザブロたち、これバトル終わった後どうなっちゃうんだ。俺は地元の人と交流するのも旅の醍醐味なんだよね。この人の写真使ってたな、博士が。バックパッカーの雄大、雄大のおかげ。ヒゲがすごいな、腕毛もすごいな。あ、EV ね。すごくない？アナスタシア、俺戦闘した時結構ビビったんだよね。長いし。正面から見ると可愛いんだけどな。アナスタシア。ああ、いいウェイ。レベルそんな高くないね。悪のスターダンも、推奨レベル20っていうことなんで、アナスタシアたちだと多分ちょっと高すぎるんだよな。叩きつく、あ、巻きつくとか言ってみるか。イーウェイに巻きつけ！いけ！アナスタシア！うひひひひ。あんま見る機会もないだろうからな。あー、いいね、安定感ある、すごい。アクア邪魔。邪魔。豚猿、おお、一発では倒せんか。アクアジェット40だからね、威力を。そうだ、そうだ。防御がペラペラなんだよな、アナスタシア。今なんだ。今なんか通った気がするな。通った気がするけど、勝てました。どうかね、アナスタシアね。かなり性能尖ってるんで、そういうタイプはね、俺結構好きなんだけど。この交流、来い。波乗りがね、物理技だったらね、覚えさせてもよかったんだけど。あ、っていうかもうポケモンセンター見えんね。っていうか、旗も見えるな。あれか。だいぶもう近、あーでも地図で見ると、まあ距離はあるように見えるけど。で、アジトも、
ここですもんね。お、ちょっと刺さる。あー、まあちょっとそこを目指してみよう。あ、っていうか新しいポケモンもいるかな。新しいポケモンもいないかどうか見つつ、まずはポケセンを目指しますか。あ、あ、いるわいるわいるわ。なんだこれ、何ポケこれ。へえ、来るかな。見た目はなんか温厚そうだけどね。来ない系か。いや、かわいいな。何かわからんけど。え、穴開いてない。なんかそれどうなってんの。見せてもらえるかい。あー、穴開いてんね。どういう動物なんだ。まず一匹でしょ。万三郎がな、自分で来るからな。うん、こやつらがいっぱいおるな。一匹だけかな。お、あー、あ、物見ともある。あー、登っとこうか。でも遺跡というか廃墟というか。あー、そうそうそう、デスミラーとかはね、こういうとこにねいたんだよね、前もね。あ、今なんか見えたな。え、なんだ。あー、いっぱいいるいっぱいいる花ちゃんみたいなやつがいる。なんだこりゃ。虫？芋虫？芋虫じゃないのかな。うわ、どうなってんだそれ。なんか面白いやついんね。デスミラーか。おー、ローキック。うわ、めっちゃ見えんな、この見通からな。アジトが見えるよ基本自殺心いいんだよね、この見通には。あれ、またあれだ、クイだね、謎の。色が違うな。でも前抜いたやつとはな、同じなんか紫色のクイもね、何個か目撃はしてんだけどね。あれがアクグミのアジトか。あれは？あれがカラフシティっぽいな。次の街で。で、なんか作られてる。あれ、ひどいよな。確かにあの高さで十分なんだよな。通れなく。あ、でも、砂漠か。なんだあれ。え？かつての物見島がなんか。これ、砂漠側に行けるんだったらあれだね。なんか、砂漠側経由でこっち行けちゃいそうだけどね。あ、でも主か。次なる主もいるわ。まあ、まずはここなんですよね。目指すか。とりあえず自殺神倒してな。この子たちあれなんだね、イモムシじゃないんだね。なんか鎧かぶとをかぶったカービィみたいなやつがいっぱい集まってるんだよく見るとめちゃめちゃ可愛いな。あとね、もう一体ね、捕まえてないポケモンがいましたわ。あいつ鬼だよね。金棒持ってるもんね。鬼の子供ポケモンと見た。と、あの、背中に穴が開いてるやつの、まあ3種類ぐらいですかね、この辺はね。ざーっと歩いてみたけど。そろそろ捕まえモード入ろっかな。この子から行くか。かわいいね。あー、で、塞いでんだ。なんか、目が隠れるようにね。一番前のやつは。隊列、なるほど、隊列を組んでいるからか。あー、おもろいな。結構捕まえづらいかも。ハイパーボールだったらどうだ。お、やったー。隊列ゲット。隊列どうだろうね。おー、いいね。経験値もいいですな。ジョンソンとかな、オイルとか進化してほしいけど。で、人形ポケモン。なるほどね。格闘タイプなんだ。
先頭に立って指示を出す兵長、兵長は6匹の中で一番強くて賢いのだ。かわいいな図鑑も。どうしよう。すごかわず。すごくかわいいずっていう意味です。すごかわずちょっと使いたいね。悪党タイプはね、悪タイプに殴り込みかけるのになかなか良いのでは。素早さが下がっちゃうのか。特性カブトアーマー。硬い甲羅に守られて相手の攻撃が急所に当たらない。あー、なるほどね。逃げるのが早い。かわいいね。次、カヌちゃん捕まえました。あの鬼の子供っぽいやつね。サルボボっぽいやつ、金棒持ってる。あー、鬼の子供ポケモンじゃないね。金打ちポケモン。あー、鋼なんだ。はいはいはい。峰打ちもね、効果今一つだったんだよね。鋼のせいか。フェアリー鋼なかなか良いタイプなのでは。手作りのハンマーを振り回して身を守るが、金属を食べるポケモンによく奪われちゃうんだ。金属を食べるポケモンなんていんの？金属を食べるポケモンってなんだ？そっちの方がちょっと気になるな。誰だろうな。カヌちゃんのカヌは何だろうね。カヌちゃん。どうしようかな。なんか日本昔話に出てきそうなんで、じゃあ、昔ちゃんでいきますか。漢字が使えたらな、昔話ちゃんにしたんだけど。昔ちゃんどう？あ、テラスタイプは鋼の方なんだな。特性、型破り。相手の特性に邪魔されることなく相手に技を出すことができる。あー。邪魔してくるような特性か。あー、まあでもなんか、すごい、良さげだよね。安定しそうだよね。カヌちゃん入れとけばね。性格は無補正。素直かついたずらが好きか。かわいいね。昔ちゃんいいね。悪タイプはね、フェアリーに弱いっすからね。フェアリータイプもちょっと使いたいけどな。スター団編でな。捕まえました。ドンメル。あの背中に穴が開いたやつね。あ、ま、ドンメルの溶岩か。羊羹かと思ってちょっと目を疑ってしまった。あー、かわいいよな。とぼけた目をしていて。鈍感ポケモンなんだ。炎地面。なかなか面白い組み合わせだね。1200度のマグマが体内で燃えて、そんな感じなの？そんな感じだったんだ。全然外見に出してないね。寒くなるとマグマが固まるので動きが鈍くなる。暑いところが得意。鈍感ポケモンね。ドンメル結構見た目好きよ。この感じ。背中の穴についての説明はないんだけど。あ、あそこからマグマが吹き出すのかね。怒るとね。炎地面か。これはなかなか。グランドンメ。グランの名を与えよう。そなたにな。グランドンメ。あー、テラスタイプ地面。特性単純。何？能力変化がいつもの2倍。みんな面白いなぁ。能力変化がいつもの2倍。例えばなんかぐーんと上がるとか、2段階上がるやつを使うと4倍になるってこと？それってやばいんじゃない？気合ダメは能力変化じゃないよな。何を覚えるかによるけどな、技でな。あ、焼き尽くすも持ってるね。素早さ下がって特攻上がるとかめっちゃいいんじゃないのこれ、グランドンメ。神個体ではこれ。冷静で、居眠りが多い。居眠りが多そうだしね、グランドンメはね。使いたいな。今回捕まえたやつみんな使いたいね。毎回言ってる気がしますけどね。いいじゃん、いいじゃん。どうしよっかな。一つ進化しそうだね。
とりあえず捕まえ終わったんで、うん、チームセギンのアジトね。セギンもカシオペア座を構成する星の名前だね。悪組のボスピーニャさんが戦う相手を待っている。ピーニャ、いい名前だね。ああ、登録ありがとうございます。一応見ときますか、マップのやつもね。悪組アジト、チームセギンピーニャ。悪タイプのポケモンは最近育て始めたので戦いやすい。そうなんだ、ピーニャがってこと。昔は生徒会長をするほど、ん、ピーニャ真面目で規律正しかったが、とある出来事をきっかけにチャラく振る舞うようになった。チャラ男か。昔は生徒会長だった。なんかあるんだね、過去にね。まあ行ってみますかね。どこの旗のとこをくぐってね。お見えますね。早速やってくれているようだな。お、あ、イベントか。もうここで、あ、ネルケだ。ネルケ何してんの。イナババか。あまりにも道の真ん中すぎない。校長先生、繰り返すが今の俺はネルケ。そういうことにしておいてくれ。俺を騙そうとしてるわけじゃないんだよね、ネルケはね。稲葉、まずは感謝するぜ。おかげでスターダスト大作戦に加わることができたからな。ああ。何のために？目的は？目的は何なの？スターダの問題とその謎。それを突き止めるためだ。謎？問題？謎？謎？いじめで多くの生徒を退学に追い込んだ。アジトにこもってアカデミーを襲撃する計画を立てている。いくつかやばい噂はあるが、あくまで噂レベル。今直面している一番の問題は、団員たちのあまりにも長い無断欠席。はあ、不登校なんだ。まあそうなのか。まあ俺とかね、ネモはね、ちょくちょくね、授業出てますもんね。宝探しに参加してる生徒たちも帰ってきてはいるんだろうけどね、学園に。スター団たちはもうずっとアジトにこもりっぱなしなんだ。こと5名の生徒、スター団でボスと呼ばれる生徒は1年以上学校に来ていない。それを憂いているのか。加えて最近は下っ端たちがやんちゃを始めているようで、あー、統制も取れてないのかね。だから私はスター団に解散を要望しました。もう学園長として話してるじゃないですか。学園長じゃない、校長か。そして要望を無視するならば退学してもらうほかないと。しかしスター団から返事はない。解散か退学かどちらかを選択する期限も迫っている。そんな折に聞こえたのがあなたとカシオペアの電話。あー、食堂でね。カシオペアか。カシオペアだね。こちらカシオペア。稲葉は聞こえるか？カシオペア俺見張ってそうだからな。腹割って話してくれるのはね、嬉しいんだけどね。ゴニョニョ、続きはまたの機会に。ゴニョリ。それではお気をつけて。俺を騙すための変装ではなくて、カシオペアを騙すための変装なんだな。アジトが近いようだが、誰かいたのか？一人ですよ今は。ボスを一人倒したことでスター団は警戒を強めている。アジト攻略も以前より厳しいものになるだろう。くれぐれも注意してくれ。また連絡する。なるほど。ネルケ。ネルケはどこ行ったんだ。あれ、あ、なんだろう。あ、なんか結構移動してんの。この辺を歩いてたはずなんだけどな。見えるなジャンプで見れるなこのね、最低限の高さで役目を果たしてやがる。文句があんならアジトに行きなよ。
ここは通れません。でもここさ、やっぱ降りれるよね。すげえ高さだが、さすがに降りんだろって思われてんのか。砂漠迂回したらね、あそこが水の町カラフシティだと思うんですけど、抜けちゃいそうだけど、まあ順路通りに行きますか。あ、そうだ、忘れてた。パーティー組んでみたんですよ。悪タイプのね、弱点は格闘、フェアリー、虫の3種類なので、まあ20レベルいかないぐらいで、その3タイプで固めてみたら、まあ、若干の層の薄さというかね。さっき捕まえたポケモン2体入ってるからね。まあね、あとちょっとエスパーはね、悪タイプには弱いので、豚ポポンは置いてきた。この戦いにはついてこれなさそうだ、あいつは。まあ、コマメちゃんとかもね、進化してほしいんですけどね、そろそろね。まあ、このメンツで行ってみましょう。まずは、あの門のところに、いいんじゃない？門のところまで来たな。なあ、お前たち。三連星を引き連れてね。まずはこの、あ、ここでイベントですね。まずは門番と一悶着あると思うんだけど。はいはい、ストップ。下っ端 A が女の子なんだね、今回は。この先僕たちスター団悪組。通称チームセギンのアジトです。B の方は丁寧な口調だね。そうそう、不法侵入とかさ、勘弁してほしいわけ。ごめんね、帰ってくれないなら追い返さないといけないんだよ。あれ、もしかしてだけど。ん？あんた稲葉ば？知ってんの？あ、あいつか？最初にチュートリアルで戦ったやつか。スターダーに喧嘩売って指名手配中なやつだったり？会ったことがあるわけではないのか。指名手配されてるからですかね。いや、僕じゃないですね。僕じゃない！指名手配中のやつほど違うっていうから。まあね、それはね。B やるな、なかなか。あんたが何者でも変えんな。さもなくば私に負けていきなよ。勝ちますよ。あー、生意気、踏みにじって追い知らせてやる。 A とやるんだ。いいなー、それ。スターダに入れば俺もあのポーズできるんだな。お、闇カラス。なるほど、そうだよね。悪タイプだけとは限らんもんな。格闘家。すごく合わずいけんのか。ただね、ちょっとね、見てみたかったんだよ。すごく合わずにテラスサルを使うとどこにつくのか。やっぱ戦闘やっぱ戦闘のやつだけか。兵長だ。あ、かっこいい。かっこいい。翼で撃つ。うわー、なんということだ。岩砕き、頑張れ。すごかす。あー、先手取れんともうダメだね。1対1なのにな。そうなんだよね、いい格闘技を持ってないんだよね。技マシンもね、使えなかったんだよな。ケタグリとか、さようなら。なんてこった。全員なんてことだ。昔ちゃん頑張れ。型破り。闇カラスの特性なんだったっけな。急所に当たりやすいとかだったっけな。妖精の風でいきますか。噂で撃つに、耐えられればね。鋼強いよな。鋼耐性めっちゃあるもんね。昔ちゃんいいんじゃない。なんとか。すごかわず、ちょっと外すか。強くてさらに生意気で、B ともやるのか。あー、悔しい。あと先輩よろしく。 B の方が先輩なんだね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
去っていったか。どうする、あの子最近入ったんだけどかなり態度悪いんだよね。はあ。B はなんかちゃんとした人っぽいな。僕は今からアジトに帰って仲間に連絡するよ。みんな総動員で襲ってくるからさ、逃げるなりなんなり頑張ってね。お疲れ様でした。それはしっかり腰を入れてやるんだね。あ、どっちだ、カシオペアだね。見張りに対処できたか。ネルケは電話かけてこないか。そこを根城にしているのはスターダン悪組チームセギン。ボスのピーニャはスターダンのまとめ役で BGM 担当。どういうこと？ BGM 担当でもある。あ、まとめ役はわかるんだけどな。あれ、メロコって何担当なんだっけ。戦闘班担当とかだったっけ。頭が切れるピーニャは宣戦布告にも動じていないはず。下っ端たちでこちらを消耗させてから襲ってくるだろうな。うん、計算高いタイプには成功法で攻めるのがいい。ピーニャが現れるまで下っ端のポケモンたちをひたすら倒していく。ん？準備ができたらゴングを鳴らして大作戦開始。またあれ、レッツゴーバトル？チームセギンに勝ち込んでくれ。これ同じなのかな？ジムバトル、ジムバトルじゃない。ジムテストは毎回違うっぽいけど。三連星があそこに並んでいるな。同じ感じかもしれないね、今の言い方だとね。